はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、F1 2021 マイチームキャリアモード第10回目ですね。第10戦スパフランコルシャンベルギーグランプリですね。ちょうどこのベルギーを終わると折り返しで残り半分となります。去年のね、 F1 2020 だと23戦あったんですけどね、今回のやつは20戦となっております。まあ一応ね、現実世界では23戦やる予定なんですけど、まあこのゲームの制作の段階ではね、まあ、20戦としていたのかなと思います。まあだいぶね、内容も変わってますからね、今年のグランプリはいろいろイレギュラー、まあ去年もそうですけどね。はい、ってことでね、本日もよろしくお願いします。はい、研究開発なんですけど、空力のね、フロントウィング第2フラップ、こちらがアップグレード完了ですね。まあそれによってね、第3フラップウィングフラップ、そちらがね、解放されました。でパワーユニットの方もね、イグニッションシステム、こちらの方がね、解放じゃなくてアップグレード完了ですね。まあそれによりね、スパークプラグ、こちらの方がアンロックされました。であとはね、パワーユニット側の方としてサプライヤーのアップグレードが到着ってことでね、まあこちらはね、自動でサプライヤーの方から送られてきたって感じですね。であとシャーシ側の方でね、このヒープダンパ、こちらの方をね、研究開発スタートさせました。でちょっとお金が余り気味だったので、こちらのね、シャーシの方の施設の品質管理のところをまあアップグレードしましたね。まあこれによってね、少しはその失敗率がね、下がるっていうことでね、うん、効率よくトントントンと行きたいもんですね。ちょっと開発が遅れ気味なんでね、周りから比べると。はい、ってことでね、今回はね、以上でまあレースの方に行きたいと思います。スパフランコルシャン、大好きなサーキットの一つですね。はい、それでは行ってみましょう。本日の F1 世界選手権、再びベルギーにやってきました。あのアイルトンセナが6回優勝したレースであり、1992年にミハエル・シューマッハが初優勝して以来、2019年に久しぶりにシャルル・ルクレールが初優勝を飾ったレースです。さあ今年もやってきました、アルデンヌの森を駆け抜ける1周7キロのこのサーキットに、2本のストレート、高速コーナー、激しい高低差、どれをとってもまさにエキサイティング。シリーズ屈指のコースで今年も名勝負が繰り広げられることでしょう。まさに唯一無二の存在、それがスパフランコルシャンです。レース解説はもちろんアンソニー・デイビッドソン。ルイス・ハミルトンについてお聞かせください。前回は見事優勝でしたが、その勢いを今回も維持できそうでしょうか。高揚した状態でレースに臨むのは悪いことじゃありませんが、決勝の勢いを決めるのはむしろフリー走行と予選です。維持するならレースウィークに入ってからの勢いを維持しないと。では予選セッションの結果、各ドライバーの順位がどうなったのか見ていきましょう。ポールポジションについたのはルイス・ハミルトン、そしてフロントローのもう一台はバルテリ・ボッタス。今日の残りのグリッドを続けて確認しましょう。ノリス、リカルド、シャルル・ルクレール、フェルスタッペン、ペレス、サインツ、ベッテル、そしてフェルナンド・アロンソ、ストロール、オコン、角田裕樹、ガスリー、ライコネン、ジョビナッツィ、松下信春、そしてミック・シューマッハ、神風、ラッセル、マゼピン、そしてニコラス・ラティフィ。さてそれではコースに目を向けてみましょう。はい、スパフランコルシャンスタートしました。まあ1コーナーはね、前のごとく団子になる感じですね。スタートダッシュはね、めちゃめちゃ失敗していたんですけどね。はい、ってことで今回から難易度をね、また80に戻しました。で予選がね、思ったより前に行きそうなんで、アクセル抜いたらね、意外と後ろの方に行き過ぎたっていう感じになっちゃったんですよね。
まあでもスタートの混乱で一気に13番手まで一応上がりました。いやね、ちょっとねセッティングミスったかなっていう部分もあるんですけど、まあとりあえず頑張るって感じです。とりあえずね、ここのサーキットも鈴鹿とかハンガリーとかと同じように、まあオールドスクールって言われるサーキットですね。まあ昔ながらのね、そのレイアウトを持ったサーキットって感じで、まあエスケープゾーンがね、まあアスファルトの部分もあるけど、まあ大体は芝生とかグラベルですよってことでね、まあだから結構 F1 ドライバーにはね人気のあるサーキットとなっております。もちろんね、私も大好きなサーキットの一つですね。やっぱりバランスがいいですよね。高速コーナーあるし、中速コーナーあるし、低速コーナーあるしっていう、まあでも基本的にはね、全開率が高いので、まあ、パワーユニットのね、そのパワーがある方のが有利とされてるサーキットですよね。だから毎回のようにね、メルセデスがだいたい席巻していたんですけどね、まあ、今年のね F1 はどうなるだろうって感じですよね。ホンダも盛り返してきてるし、はい、ということでね、アロンソをねちょっとね結構なところで抜いてった感じなんですけど、無理やり気味に目の前走ってるのはねストロールですね。はい、まあちょっとイン側入っていこうとしたけど、さすがに無理だよねってところでした。でこの後ね、オールージュからのね、まあ、ケメルストレートで、まあ、抜きたいかなって感じなんですけどね、結局やっぱりストロールの方もね前のスリップについてるので、まあ厳しいかなと思ってたんですけど、オールージュでね失敗しました。全開でいけるとはいえね、やっぱりちょっとね無理をするとやっぱちょっと乱れますよね。まあ、全開で行くにはね、やっぱ適切なラインにしっかりと乗せていかないと厳しいかなってところです。でこの後のね、まあ12コーナー、あそこが苦手なんですよね。あそこをしっかりとねついていければまあいけたんですけど、まあここでなんとか進入でねなんとか抜いてきましたね。普通あそこをパッシングポイントにならないんですけどね、現代 F1 だとね、その乱れた空気の中走るとね後ろついていけなくなるので、普通ああいうところではいけないはずなんですけどね、まあさすがにね、こういうゲームに空力の概念を持ち込むと、その乱流の概念を持ち込むと多分とてつもなく難しくなるのでね、多分そこまではやらないってことなのでしょう。はい、無理やりねライコネンの前に出ました。あそこもね本当パッシングポイントじゃないでね、この試験で進入がパッシングポイントだとは思うんですけどね。はい、とりあえずなんとかポイント圏まで来ましたね。まあ車の性能を考えると、まあ車の性能現時点でのねその性能差を考えると、アルファロメオのがまあちょっと早い感じなんですけど、まあこのスパの AI がね多分そこまで速くないのでしょう。はい、でもケメルストレートぴったり裏くっついてますね。まあガチインキープしとけばねなんとかなるかなって感じだったけど、強引にねねじ伏せた感じっていうか、まあ立ち上がりちょっとね膨らんじゃいましたけど、まあ本来であれば多分あれですよね、あの譲りなさいって感じになると思いますよね。あの感じだとコースオフすることによって、まあ、利益を得た感じになっちゃうと思うのでね。はい、まあとりあえずねライコネンとバトってたらね、目の前のサインズとねちょっと離されたかなって感じです。あと2周で追いつけるかどうかですよね。もう米粒みたいになっちゃってますけど、後ろはね結構詰まってまあ、さっきのライコネンとのバトルがあるんでね詰まり気味だとは思うんですけど、ただね AI がねこの先そんなに速くないんですよね、ここからのあれが。まあ、ここでとりあえずねライコネンは引き離せるかなって感じだと思います。でもさすがにねサインズもう 2.5 秒先ですからね、ケツが見えるところで終わるかなって感じじゃないですかね。まああとねでも丸々2周残ってるんでね、まあ行けるところまで行くって感じなんですけど、まあここでねちょっと話題を変えますけど、そろそろね多分
ドライバー変更ができるようになると思うんですよね、シーズン折り返すくらいなので。なので、まあ、松下くんに代わってね、誰か新しいチームメイトをも入れるっていう、まあ、そのためにね、今ね、あの出費を抑えてお金を貯めてるんですけど、まあ、ここで誰を入れるかなんですけどね、まあ、既存のね、チームから引き抜いてくるのもありなんですけど、まあ、今作のね、そのマイチームキャリアでは、まあ、レジェンドドライバーって言ってね、まあ、過去に引退したドライバーを、まあ、チームに入れることができるんですよね。アイルトン・セナ、アラン・プロスト、ミハイル・シューマッハで、あとフェリペ・マッサとね、デビッド・クルサード、まあここら辺なんですけどね。で、なんでクルサードなのって感じはあるんですけどねマッサもそうだけどそう、そこら辺にね、なんていうんですか、ワールドチャンピオンが3人ね、レジェンドドライバーとして並んでてね、チャンピオン経験者じゃない2人が並ぶっていうのもちょっと違和感ありますけどね。まあそのレジェンドドライバー枠で言ったらね、個人的にはね、やっぱりマンセルのファンだったんでね、マンセルが登場してほしかったなっていう側面はあるんですけどね。で、そこでマンセルがいるんだったら、やっぱりあのネルソン・ピケも外せないですよね。まあ過去の四天王って言われてた4人ですよね。で、もう残念ながらね、マンセルは現在の F1 にはね、多分ほとんど関わりない感じなんでしょうね。多分モータースポーツも関わってんのかな、どうなのかなっていう、まあね、その話題はね横に置いといてね、まあそのドライバー選考なんですけどね、もうとりあえずね、誰にしようかなという目星はつけてます。まあそれはね、その時のお楽しみっていうことで、まあよろしくお願いします。まあ松下くんのね、ファンの方には申し訳ないんですけど、まあ現状ね、まあゲームのことを考えるとね、リソースポイントがねやっぱ欲しいので、ちゃんとねやっぱそれなりのドライバーをね入れとかないと、開発がねどうしても進んでいかないんですよねなのでね、やっぱり、松下くんはね半年でまあ退場してもらおうということになります。ぶっちゃけね、この段階ではねポイント云々じゃないですね、本当にそのリソースポイントだけです。だからまあヒントを出すとね、開発方面にね長けたドライバーをまあ入れようじゃないかと、そういうことですね。そう、純粋な速さで言うならね、ラッセルもいいかなと思ったんですけどね、どうしてもね、その経験っていうか、まあ多分開発に関わってくるのがね、その経験っていうところだと思うんですけど、まあそこがねちょっと欠けてるので、ラッセル君はね今回はちょっとご遠慮してくださいっていうことでした。はい、ってことでね、もうそろそろゴールですけど、まあライコネンはね、なんとか DRS 圏外にギリギリ置いてるけど、サインズはね結局追いつけなかったかなって感じでした。はい、まあ俺の車のね実力だと、とりあえずここがいっぱいいっぱいかなっていうところでした。よし、レース終了だ。気をつけて戻ってきてくれ。レース終了。はい、やっぱりね、なんだかんだでやっぱメルセデスなんですよ。まあとりあえずね、この1シーズン目はね、もうこのメルセデス無双はしょうがないのかなってところですよね。2シーズン目にね動いてほしいですよね、この現状が。少しストレートな解説に思われるかもしれませんが、多様性を持ってほしい。マシンが勝つのがレースです。まあ5周レースでやってるからなおさらなのかもしれないんですけどね。今回のレースウィークエンドでもメルセデスが絶好調でした。ハミルトンが勝ったみたいで2位にノリスが入ってますね。ちょっとボッタスはだからチャンピオン争いから、まあ、ハミルトンに追いつかれたかなってところです。そうですね、もう触れただけでクラッシュするようなねシミュレートにしてみますか。そうするとね、上位陣でもね順位の変動があるかもしれないですね。接触で壊れてくれると思うので。はい、ってことでね、ベルギーグランプリ、ハミルトンの優勝で終わりですね。で、2位にノリスが入ってるのでね、まあ、イギリス人コンビがワンツーっていうところでしょう。で、3位がボッタスですね。4位リカルド、
で5位がルクレールで6位がねベッテルが入ってます。でフェルスタッペン、ペレス、サインツってところですね。で今回海坊主レーシング1ポイント取りました。しかしこれ見るとね、本当にやっぱマクラーレンがねもう第二勢力って言ってもいいぐらいになってきてますよね。はい、ってことでね、今ランキングがこんな感じになってます。ノリスが2位に入ったことによりね、あのレッドブルの2人一気に追い越してランキング4位に来ました。でレッドブルがねやっぱ第三勢力に落ちてしまったってところで、まあでもねバチバチにレッドブルとマクラーレンやり合ってるって感じですよね。でコンストラクターズ争いの方はね、まあ変動なしっていうことです。はい、ってことでまあ伝統のベルギーグランプリ以上で終了したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。